はい、スーパーロボット対戦 Z 実況プレイパート281やっていきましょう。画面にはエウレカが映っておりますけれども、今回の戦いはまた、フェスコ一騎と、いうことでね、まあ、やっていきましょう。だいぶ資金がなくなってまいりました。一旦ね、ニルバーシュは多分および最終、フル強化はすると思うんだけど、とりあえず6段階でセーブしました。はい。まだ、まだ強化したい機体がいっぱいあるんでね。ここで使い切るわけにはいかない。13は立ち上がり宇宙の戦士やっていきましょう。まあ許そうだけど、どうなのかな。おっちゃんしてら、早く力に上がってください。機体強化は相変わらずしていないので、そこまでダメージは、まあそのくらいはできるか。攻撃力に影響する分は全然鍛えてないんでね。ただまあ S アダプターつけてるんで、多分 10% ぐらいは上がっている気がする。ちょっと被弾しないといけないんだよな。当ててくんねえか。よいしょ、開けた。オッケー。これで一応隠し条件が1個達成できる。ダブルスペーザーに被弾させるっていう、ただそれだけ。オーカーしてなくてもこんだけ強いんだもん、キングでやる。はい、どんどん買っていらっしゃい。ママ食らうやん。あ、そっか、今別れちゃってんだっけか、グレンダイザーの方と。暗いすぎ暗いすぎ痛い痛い。
ダメ。ターンしたくないんで、強いね。お力とかもあるからそう簡単には取れないと思うけどな。次いきます。合体だ。段階とか引き継いでくれてるんで、まあ、即戦力ですね。ちょっと行こう。反撃で倒せるぐらいまでの削りができてればまず十分。危ない。あ、もう喧嘩するのか。できればこれカウンターじゃなくて再攻撃にしたいんだよね。ちょっと危ないかな。修理しないと。あぶねえ。あぶねえ。グランナイツの諸君、合心せよ。エラーの揃ってよかった。ボジョク何だったっけ。はい、ボジョクやん。あ、落ちてもとりあえず問題はないんだけどね。いかっていうか落ちたかねえよな。倒しきれないと。
もう何ターンも倒すんだったら戦ってるあれじゃないんで。ほどね。2万2000。反撃でやれそうだし、全滅だった持ってきたから、ここガンガン削ろう。うん、あとはまあ反撃でどうにかなるでしょう。なんか全然強化しなくてもそこそこ戦えるな。バルゴラ意外と。あ、トコトコとかまあいや弱えんだよな。変なタイミングで倒しまったよ。これ引いちゃうかな。あ、大丈夫か。ピンアップ系はないね。ボールも使えないや。まあ意味ないけど。ここ特に強化する要素とかもないと思うので、まあ、このまま先進んじゃおうかな。はい、お、そうだそうだ、これで超合金のこれかけたら買ってこないと。はい、じゃあまたちょっと調整して次の話に行きたいと思います。
私も戻ってきたけどどうなるかな。結構殴り強いんだよなこいつ。いった。マジでこのターンへの耐久力のなさ何なんだ。ラウンド編じゃないからね、強化ができてないっていうのはもちろんあると思うんだけどさ。主人公機を落とすのはね、セスコの方が当然楽なんだけど、他の部分だよね。おね、SR 取りに行くってなったら多分ランドの方が楽なんだわ。思えばやっぱここにいる連中誰一人強化されてなくない？あんげ、これ回復したらまずい。この辺とっとと倒したいな。殴り合っちゃうんだよね。まあとりあえず絶対的にやんないといけないのがこれの説得。OK。こいつは最低限倒さないとうまいからね。稼ぎが。さすがってみる。OK。 これでまず4をどうにかできた。次はこのコレンをどうにかできるといいんだよね。順番的には当てれてないぞ。いやーこれ反撃でもらっちゃうかな。 55% きついねー。修理はできるんだっけか。だなとりあえず進撃でやられることは多分ないと思うんだけど、一応テープしとこう。怖いわ。はい。で、どうか？ 10% アップだから、こっちの杖だ。アップな。これね、
まあ、いっか。ガウリーの、あれ、レベル、範囲に上げておかないと。あ、これはまずい。これはまずいです。回復力が全然足りません。これはね、あー、でも援護防御あるわ。それでやりそうそう。ナイスナイスナイス。あった。防御が全然強い。コレンね、多分、パイロットとしてはとことこ優秀だから、終盤とかも使えばいいんだろうけど、コレンに合わせる期待がないんだよね。多分どっちかというと格闘タイプのキャラクターだと思うんですけど、割と余る機体が格闘よりもどちらかというとね、射撃に寄っちゃってるっていうのもあるからね。めんどいぜ。言うてももうそんなに使えないんで、コレンはとっとと倒したいよな。射程範囲内ちょっと1個ずらしてのこうだな。オッケー。はい、受けられた。ここに定めたとして0の36の20。こいつらをテスコに関しては当たらないのか。でも支柱とかつけたいからな。そうするとまあペスコに対しても 100% になっちゃうから、やっぱここからは一旦避難させないといけないね。気力足んないな。気力というかエネルギー。どこだったっけ。ここまでか。きついな。ピビタルダメージしか入らん。やお。ドランが撃墜されなければいいんだもんな。
削る程度か。まあそうだろうな。いや、カフェー。もう多分ローランがそんなめちゃくちゃ狙われることは多分ないと思うけど、でもまあ怖いよね。頑張れ。無強化編成でここを乗り切るのしんどいか。ペチコの武器だけでも強化しておけばいいのかな。これ無理だろ。これ何回だっけ。ボタン目あと2ターンとかか。マジ？片っぽでもいいんだな。無理しない方がいいな。よし、大変だった。というわけでどうにかこうにか14話目も SR ポイントを回収した状態でクリアすることができました。まあいい感じにね、あのセスコの撃墜も成功したので、まあ S アダプター2つと、ミノフスキークラフトを1つ増殖させることもできたと。はい。で、まあここからセスコもねバッチリ強化して次の戦いに挑むことができるんですけれど、まあ次ここの回やるときもやっぱ無理せずにねちゃっと勝利条件満たしてしまった方がいいのかなというふうに感じました。
いや結構きつかったね。やっぱ無強化で行くってなるとやっぱガンレオンとか、それこそどちらかといえばやっぱランドルートだったら、あの追加で来るメンバーね、あのキングゲイナーだったりとか、ガンダム X とかね、あの辺を強化しておけると思うのでだいぶ有利になると思うんですけど、セスコルートでやるときは本当に注意が必要ですね。はい、それを強く感じました。はい、ではではスーパーロボット対戦 Z を実況プレパート281、最後までご視聴いただきありがとうございます。撮影の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ逃げるな。